こういう模型を作るために光センサーモジュールを使ってみたいと思います。はい、今回はですね、この光センサーモジュール、この光センサーモジュールを使って、このパイロットランプとこのブザーをオンオフしたいと思います。まずこれが光センサーモジュールで、これが光センサー CDS です。で、カドミウム、硫化カドミウムって呼ばれるもので、まあ、光センサーの、まあ、ポピュラーなやつです。で、これ光が当たると光の強弱で抵抗が変わるんです。その抵抗を、この回路で検知して、このリレーをオンオフすると。で、光のその感度、を調整するのはこのポテンシオメーターが、ポテンシオメーターがここについています。これで調節します。そしてこのリレーがオンオフされるので、ここから、ここはリレーの端子が出てますが、こうスイッチですから、スイッチをオンオフして、このパイロットランプとこのブザーを、まあ、オンオフすると。では、その光は何を使うかというと、ここに LED、 この LED は、まあ、3ボルトか4ボルトで20ミリアンペア流れるという、まあ、白色 LED で、まあ、1個、まあ、2円とかそういうものですね。で、それで、まあ、電源が前回使ったこの DC-DC コンバーターで12ボルト入れて5ボルトを出す。で、5ボルトをこの間 LED を点灯にするに使ったので、同じ回路にしたいので、ここから5ボルト出ます。で、この LED は3ボルトか4ボルトなんで、まあ3.4 ボルトとか 3.5 ボルトで使うためには、まあ、80オームぐらいいるんですけど、抵抗がないので、これですね、抵抗。これ5ボルトで、この抵抗を介して LED をつける。その、この抵抗が100オームなんですよね。100オームで計算すると、LED の、に、加わる電圧が、だいたい3ボルトしかないんですけど、まあ、3ボルトつくと思うので、3ボルトで点灯させます。で、3ボルト点灯させたのをこの光センサー、光を遮断すると、まあ光センサーはオフになって、光を当てるとオンになる。で、リレーがオンオフすると。で、そしてこれとこれをブザーをつけるということですね。で、今度は配線に、まあ、ハンダ付けすればいいんですけど、まあ、大変なので端子で使って一応実験したいと思います。光センサーモジュールの説明ですけれども、これが光センサー、CDS、硫化カドミウム。これに光が当たると抵抗変わると。これがセンサーです。で、このセンサーから延長ケーブルが出て、光センサーのこれ延長コードがここの端子に入っています。で、この電源が必要なので、電源はここですね。ここの、VCC って書いてあるのに、これ12ボルト作動なので、ここに12ボルトのプラス、そしてこっちはグラウンドってあるので、12ボルトの、こうマイナスですね、をここに、電源を与えます。そしてこれが感度、まあ LED の明るさが決まっているので、どれぐらいでオンオフで、センサーがオンオフするかっていうのを、これで感度を調整します。で、これがリレーです。で、センサーが、まあ、オンになった時にですね、こう、リレーのこの端子をオンにするのか、オフにするのか、っていうのが、こっちが、まあ、これスイッチですから、こっちが共通の、端子ですね。この共通と、この端子で取ると、これは、中国語で、なんか、開くということなんで、ですから、センサーが何もしないときは、ここが開いている。センサーが作動すれば、ここが閉じるということ。で、こちらは常に閉じているっていうんで、センサーが反応していないときは、こことここがスイッチがオンになって回路が組まれて、センサーがオンになると、これがオープン、スイッチが切れるっていうことです。ですから、今回は、こことここ、常にスイッチは開いていて、センサーが作動したときに回路が閉じると。で、こっちにパイロットランプとかブザーを、電源を経由して取り付けるわけです。で、これが光センサーモジュール。
まあ、これだと簡単に非感センサーでオンオフできるので、これは簡単でいいと思います。まずここに 12V を与えます。でこれハンダ付けするのがあれなんで、こういったあのジャンパー線とかって言うんですけど、こっちがメスになってて、まあ、こっちがオスになってるんですけども、このメスの方を使ってここに差し込みます。でこちらがプラスなので赤をつけて、でこちらがマイナスなのでグラウンドなので黒で、これを 12V に、差し込みます。まあ初めてですので切らないでこのまま使おうと思います。で 12V に入るところにこれを取り付けます。ま、前使ったこれが 12V の AC アダプターからの DC のコネクタですけども、ここに接続してスイッチを返してこっちに来ますから、これを接続します。まあ、本来はここに圧着端子を接続してあるんですけども、とりあえず実験なのでこのまま差し込んでみます。次にこちらから 12V を返してこのパイロットランプブザーを取り付けます。12V のプラスからパイロットライトとブザーのプラスに入って、そこから共通のこの端子に入ります。そしてリレーを返してオンになると回路がこのマイナス 12V のグラウンドへつながるので、リレーオンオフでブザーが鳴って、パイロットランプがつくということになります。で次に LED をつけます。この足が長い方が、長い方がプラス、短い方がマイナスなので、プラスを抵抗でつけます。ハンダ付けします。その前に収縮チューブを、この LED をこの出力に出します。こっちがプラス、こっちがマイナスです。接続しました。
ではここを 12V に挿します。でスイッチオン、 LED がつきました。モジュールの電源がつきました。ここの緑がセンサーです。これが作動しないので、このセンサーは光が当たるとセンサーオフになっていますね。で、光を遮るとオンになるという。で、これで、このセンサーする位置を、これで調整するんですね。これぐらいですかね。はい。で、これをちゃんとして配線します。まず、このブザーの音があまりにも大きすぎるので、この10キロの可変抵抗を入れて音量調節できるようにします。ここでですね、実際にはこういう、筒の中に棒が入ってパイロット、ランプがついたり、ブザーが鳴る。で、抜けばパイロットランプが消えて、ブザーも消えるというふうに、最終的にします。こっちに LED、下に光センサー、今上からの明かりがありますが、こうですね、こう入るとブザーが鳴ってパイロットランプがつきます。